日本政府、韓国の反日記念日に対抗措置か。昨日、日本政府が韓国政府に対し、日韓請求権協定に基づく協議を要請しておりましたが、その期限を迎えました。この2月8日なんですけども、韓国では1919 19年の2月8日に、日本にて当時の朝鮮人たちが独立宣言を行ったとして、記念日とされております。 こちら次は3月1日が記念日とされてるんですけども日本政府はこういった韓国政府の反日記念日に合わせて対抗措置を取っている可能性がございます。日本政府には今後韓国政府に対し対抗措置を実施する場合は一番効果のあるタイミングで効果的なタイミングで対抗措置を制裁を発動していただくようお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。